はい、どうも、こみです。さて、本日はですね、関西クラクラクラブの方からですね、動画をお送りしたいというふうに思うんですけども、さて、本日のテーマは、ディガホグバーサスホグライダーということでですね、よく、まあ、前回戦術の鉄板として、ディガホグっていう、そのディガーとホグライダーを、こう、組み合わせて同時に出していくような、戦術を見かける方、まあ、見かけることも多いと思うし、まあ、私もよく使ってるんですけど、これですね、もしも全部これホグライダーにしたら、一体何が違うのっていうところを、ですね、実際の、ま、同じ村に対して、その両方をこう、攻め比べてみたような、内容っていうのをですね、本日は動画にしていきたいというふうに思います。で、まあ、非常にこれ多分ね、参考になるところ多いんじゃないかなと思っていて、ホグライダーだけでもま、別にいいような気もしますよね。あえて、ディガホグに必ずしもしなきゃいけない、っていう風に思ってる人も少ないと思うんですよ。なんでね、本日の動画を見てもらいながら、まあ、やっぱりホグライダーだけでいいのかなっていうのか、ディガホグ、コンビネーションにした方がいいのかなっていうところをですね、まあ、皆さんなりにこう考察もしてもらえたらいいなという風に思います。さて、この配置ですね、合計3つ攻めたパターン紹介したいと思います。1回目はこれまずは、ホグライダーですね。全部ホグライダー。で、ホグライダーはですね、こっからこんな感じで出していきますね。ガーッとこんな風に、歩かせていって、で、このあたりっていうのをですね、全部、これですね、アーチャークイーン、クイヒーの格好で削っていくと、まあ、いうような格好の、プランニングになってます。で、ですね、アーチャークイーンのこのクイヒールート、本日見てもらう3つの攻め全部同じような形で、この壁の隙間をこう歩かしていくんですね、ここを。で、そうすることによって、壁の一層内側にあるこのインフェルノタワー、あとは、投石機、相手のアーチャークイーン防衛援軍と、まあ、この辺をことごとくですね、潰していくことができます。で、まあ、この配置、よくまあ、このリーグでも見かけた、ある種テンプレかもしれないんで、まあ、それもそれでちょっと参考にしてほしいところはあるんですが、あくまで今回の、動画の肝っていうのは、ディガホグなの、それともホグライダー単体なの、このあたりの違いっていうのをですね、ぜひ、よく注目してみてもらえたらというふうに思います。さあ、まずはアジアクイーン、クイヒパートをですね、しっかり防衛軍の処理ができてきて、ここから、ロイヤルクロークプラス0時2発を残した状態で、攻めが進んでいきますね。で、相手のバーバリアンキング、宝石機と当たるところで、これは0時を使っていて、さらにアジアクイーンの体力を守っていくという形ですね。さあ、注目したいのはこれですね、ホグライダーアタックになるんで、クエイクの呪文1個持っていってます。ちょっとまあ余談ですけども、これギガインフェルノって、破壊率がこれ 50% ですね、ここ。50%、51% を超えないと起動しないので、今こうホグライダーが出てきましたけど、このままじゃギガインフェルノに、ホグライダーが当たっていかないんですね。それを、ちゃんと向かわせるように、クエイクを当ててギガインフェルノを起動するということですね。まあ、こんな格好です。起動したところにホグライダーが集まっていく。すかさず飛ぶという形ですね。さあ、出てきたホグライダーがどんな風に行くのかという風に見てもらうと、ここからもホグを、追加してますけども、主力のホグはここですね。ガーッとこう流れてきて、さあ今このあたりにちょうど矢印のところにホグライダーが集まってますが、どうでしょうね、これ。ちょっと気になるのはこの辺のクロスボウとかが見事残っちゃってるの気になりませんかね。で、おまけにここ後ろから来たホグライダーが、このど真ん中のクロスボウに対してさらにアプローチをしていくと、まあ、いう格好になるんで、まあ最終的にはですね、全部防衛施設をこう壊していけたんですけども、まあ、1個目はここの、クロスボウが残っちゃったってことですね。さらにはこれ2つ目。ここに、真ん中にですね、こんな格好で、クランチョが残っちゃった。っていうことで、ホグライダーのルートがですね、やっぱりその、右往左往しちゃうっていうところはあると思うんですね。ホグライダーだけにすると、ホグライダーは基本線で動きますんで、要は防衛施設を優先ターゲットするというところからして、出てきたホグライダーってこう、ずーっと、まあ、大体みんなどのホグライダーも同じ防衛施設を集団でターゲットしますよね。なんで、一つはまあ、オーバーキルもするわけですね。キルもしてしまうと。で、さらに、一箇所に集まっていくので、もしもこういうところ残った場合には、これ、ホグライダーが回っていけばいいんですけど、結構回らずに無視しちゃって、そのまま、こっちにこう流れていっちゃうとかね。まあ、いうことが往々にして起こります。そうなってくると、ホグライダーが結構割れちゃうので、この辺の割れを、させないという点においては、ちょっとホグライダーは少し扱いが難しいかなってところはありますね。ただ一方で、ここ最初カットしない状態で、残った状態で、ホグライダー、これ出してきましたよね、ガーンって。でも、
ホグライダーって防衛に向かっていくので、別に今、車線引いたここは別にカットされてなくてもあんまり影響ないんですね。こういう一方で使いやすさもあります。パイブリーにホグライダーを投入しても、まあその壁の外側にはみ出していくリスクっていうのがまあ比較的少ない、そういう点においてはホグライダー単体の方が、優れている点かなというふうに思いますね。まあこの辺どちらがどうっていうふうなところはまあ当然ながら使っていきつつ自分に合った方を選んでいくべきだとは思うんですが、まあその参考ということで、じゃあ、これをですね、ギガホグにした場合どうなるのっていうのもですね、ちょっと見てもらいたいなと思います。これ、シュニアさんのアタックですね。こちらをご覧ください。さあ、またこれまた同じ配信なんですよね。で、クイヒールートは、同じですね。まあ、こんな風に通してきます。ちょっとまあ、ここシングルがあるので、これ少しなんかいやらしいんですけどね。まあまあ、それでもなんとかフリーズ2枚積んでるんで大丈夫でしょう。で、クイーンヒーを回していきながら、やっぱりですね、ここ、ギガホグで行くんですけども、今回はですね。ここからまあこんなような格好で、ギガホグを流していく感じになりますね。はい。さあ、どんな風にこのギガホグ、さっきのホグライダーと比べてルートを取っていくのかっていうところをよく、見ていってもらいたいと思うんですが、この辺落ち着いてますね。しっかりと小爆弾の回収をしてから、ウォールブレイカーで、ちゃんと壁に穴を開けると。バーバリアンキング、こちら3次方面しっかりカットしているので、マーチャークイーンは中に入るしかないという状態ですね。非常にスムーズですね。さあ、防衛軍は今、アイスゴーレム1体だけ釣っちゃいましたけども、ここはレイジで突破。ポイズの呪文をまだ温存しますね。はい。残ったアイスゴーレム2体が出てきたところで、これはポイズンを打っていく格好になるのか、使わない。はい。で、ですね。さあ、ここが大事です。ギガホグを出していくんですけど、その前に、まずはこれ。効果兵舎を使ってますよね。下ろすことによって、ここをしっかりカットしていくんですね。カットして、壁の中のルートを作った上で、こんな風にですね、ルートを作った上で、ここ、ギガホグをこう、流していくわけですね。はい。これで壁の外にギガホグが反れないようなカットがしっかりここができているのがわかると思います。さあ、これでちゃんとホグライダーのルートが整ったので、あとはホグライダーたちがディガーと一緒になって、どんどん進んでいくんですけども、さあ、見ていただきたいのはここ。まずはギガインフェルノはディガーが殴ってくれることによってクエイクの呪文1個、節約できてますね。で、さらにこれちゃんと面で押してっていうのが分かりますかね。ここ面で押せていってるので、このディガフグが残っ、通っていったルートの後ろ側に施設が残ってないですよね。しっかり壁の中の施設を面でこう捉えていって、壊しながら前に進んでいくということによって、多少時間はまあかかるんですけども、比較的スムーズに、もうどこにもここに施設が残ってない状態ですよね。こういうところ。さっき残ったのは全然残ってない。残らずにちゃんと最後まで歩き切ることができると。まあいうわけですね。これがディガホグの一つのまあ特徴です。ホグライダーの場合は線で動いていくので、どうしても、脇に逸れていってしまったりとか、脇に逸れるというか、その通ってきたルートに少し施設を残してきたりとかで、残ってしまうがために終盤割れてしまったりとか、まあそういう扱いにくさっていうのがあるんですね。しっかり束にして、ずっと施設を残さず走り切らせるのがちょっと難しい。その代わり一番最初投入する瞬間は、壁の外側をカットする必要ないので、まあ楽と、まあこのトレードオフの関係になってるわけですね。ディガホグだったらこんな風になります。壁の外側さえちゃんとケアしてあげれば、あとはもう壁の中っていうのはもうディガホグが面でずーっと押してきてくれるというわけですね。この違いなんですね。さあ、もう一個見てみましょうか。ちょっとね、もう一個はタウンホールが少し低い、ところなんですけども、タウンホール12かな、12のアタックになると思いますね。これケイさんが取ってきてくれた、これ見ていきましょう。これも、まあ、同じタウンホール13の、まあまあ、成り立てって感じですね。投石機なんかないんで、まあまあ、防衛的には12にちょっと毛が生えたぐらいだと思うんですけども。さあ、これをタウンホール12カンストではないな。ヒーローがまだマックスになってない、このケイさん、取っていってくれました。形的にはディガホグです。なんで、さっきのシュンヤさんと同じような、ルートを描いて、まあ、行くことが期待されますね。バーバリアンキングで、これまたしっかり3次方面はここですね。カットをしながら、クイーンですね。この壁の中を進めていきます。
まあこれ結構難しいんですけどね、なんかみんな当たり前のように壁の中にクイーン入れてきますよね。余談ですけど、これすげえなと、はい、私個人的には思いました。防衛軍を吸ってきたところで、ポイズンを使ってパピーも含めて処理していこうというところですね。ネクロマンサーがいるんで早めのポイズンですね。さあ、レイジもかかってるんでクイーンは大丈夫でしょう。そうなってくると次気になるのはやっぱここですね。ギガインフェルノのところに、ディガホグをこう流していくわけなので、やっぱりこっちのカットがいるんですね。ここに関してはしっかりカットをするために投下兵舎。今ここに投入していきましたね。さあ、こいつでカットを進めていきます。壁の外側に関しては、ペッカプラスウィザードが投下兵舎から出てきてカットが進むのを見計らったところでディガホグ登場ですね。さあ、ディガーたちがこれまたしっかりとこのギガインフェルノに対してアプローチしていったので、これで起動。あとはホグライダーが後ろからついてきて、ここにグランドウォーデン、エターナルトームも合わせてしっかり突破してきますね。さあ、見ていくとやっぱりこれもそうですよね。ディガーとホグライダーが、線でもなくてこう面になってますね、ここやっぱり。しっかり面が出来上がってる。うん、そうですね。これもやっぱり次、イーグル方のここのところでこう面が出来上がってますよね。うん、で、この面によってしっかり突破していくんで、彼らが通った、先には全然施設が、まあ、こういうところ残ってないわけですね。全部施設を壊した上で先に進んでいくということになるわけですね。なので、最終盤、着地点が今ここのテスラモールのここになってますけども、ディガーだけになっちゃったのかな。ホグライダーは全部、起こってしまったと思います。先にホグライダーがこう前に前に行っちゃうんでね、若干ダメージ受けやすい傾向にあるんですけども、ディガーたちがちゃんとですね、あっちこっちに飛び散らずに最後この1点に集中してフィニッシュを迎えることができると。まあいうわけですね。これがディガホグを使っていく、大きなメリットです。さあ、もう一回ですね、最後まとめたいと思います。まずは、ホグライダーを使った場合の特徴っていうのは、通ってきたルートの途中に施設が残ってしまうと、まあ、いうことが多々あります。そういうことによって、ホグライダーが中盤から終盤にかけてこう割れてしまう、というような、事故が起こりやすいんですけど、比較的ね。なんですけども、序盤、ホグライダーを投入する瞬間は、壁の外側とかをカットする必要がないので、ここは非常に、スムーズにホグライダーは投入できる。最初は簡単、最後難しい。これがホグライダーかなと思います。一方、ディガホグは逆ですね。投入する前に、ディガーが壁の外に出ていかないように、壁の外側を、まあ、バーバリアンキングだったり、あとは、投下兵舎でしっかりカットする必要はある。あるんですけども、それが、あらかたできてしまえば、ディガーとホグライダーが面で押していってくれるので、通ってきたルートの後ろに施設を残すというようなケースが、まあ、比較的少なくなるわけですね。なので、攻め全体が安定してくると、まあ、いう形になります。まあ、なるべくですね、こう、通るルートを細く限定できるんであれば、ホグライダーを使って、でもいいかもしれませんね。まあ、ただ、ディガホグが通るルートっていうのが結構ですね、こう、太くなっちゃうような場合っていうのは、まあ、今言った弊害が非常に生じやすくなるので、なるべくならディガホグで行った方が、ま、効果的なのかなというふうに思います。まあ、あとはもうそもそも壁の外側を、カットする。まあ、今回で言ったらこの九時方面ですよね。この辺カットするような、こういうとこですね。余力がもうあんまないよ。もうウィザードぐらいしかちょっとここには投入できないよということであれば、ディガホグはもう使いようがないので、そういう場合っていうのはもうホグ一択になると思いますね。まあ、そんな風に、消去法で使うこともあれば、相手のその配置を見たときに、どれぐらいのその横幅のあるルートを、ディガーないしはホグライダーで歩かせたいのか、そこによって使い分けるっていうのが、まあ個人的には、無難な、発想になってくるのかなと思います。はい、どうでしょう。あのですね、今までちょっと感覚的に見ていたディガホグっていうのをこう攻め比べてみた場合、まあどうなるかというような、本日は動画でございました。まあ皆様がね、ディガホグを使うのか、ホグライダー単体で行くのか、まあそういう判断をするときのちょっとしたヒントにでもなれば、まあ本当に嬉しいなというふうに思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。